Let's go。 ジョブチューン R。 ぶっちゃけ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 。こんばんは、田中みな実です。この番組はあらゆるプロフェッショナルが知られざるその職業の秘密をぶっちゃける TBS テレビで放送中のジョブチューンのスピンオフ番組です。毎週ゲストをお迎えしてテレビでぶっちゃけた話やそこでは話しきれなかったことをぶっちゃけていただきます。本日のゲストはチョコレート職人の土屋浩二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは6年間にわたりフランスで修行を重ね、日本のトップショコラティエ、パティシエと呼ばれる土屋浩二さんとぶっちゃけ。それでは早速参りましょう。チョコレート職人土屋浩二さんのぶっちゃけ。チョコレートを保存するのに最も適しているのは冷蔵庫の Let's go。 野菜室です。うわー、冷蔵庫に入れてました。冷蔵庫だと冷えすぎてしまうんですね。はい。あといろんな匂いを吸ってしまいますので、簡単に冷蔵庫に入れないでください。うわー、買ってちょっと食べてもったいないからまた箱にしまって、でそのまま冷蔵庫に奥の方にしまってました。何やってんですか。やっちゃいました。密閉できる、ジッパー付きの袋とかに入れて、野菜室に入れる。もっといいのは、ワインセラーです。でもないでしょ、家になかなかワインセラーないです。その時は温度が比較的高い野菜室がいいですね。そうですか。ほらチョコレート箱に入ってそのまま売ってるから、そのまましまっとけば大丈夫って思っちゃってました。思っちゃいますよね。うーん、これからバレンタインでチョコレート作ろうかなって思ってる女子も多いかと思うんですが、どうしたら本格的な美味しいチョコレートがお家でできますか。それは無理でしょう。あ、それは無理ですかね。本格的にはできないでしょうね。まあ、テオブロマさんのチョコレートみたいにはならないにしても、何かしらコツがあれば教えてください。はい、コツありますよ。まずなるべく専門的なチョコレート、要するに製菓用の、チョコレートっていうのを買ってください。クーベルチュールとか。クーベルチュールです。はい。安いものを買うとやっぱりそれなりだったりします。はい。で反対に、いやそんなこと言っても近くに何もないからって言って、専門店がないからって言って、コンビニの100円ぐらいのチョコレートで作ったらできますけど、それ以上の味には絶対ならないですよね。なるほど。やっぱ素材そのものがいい方が美味しいものはできるです。はい。で生クリームを、これも動物性のものがいいんですけども、沸騰させて刻んだチョコレートの中に入れて混ぜます、はい。そこにちょっとシャンパンとか。シャンパン。はい。残ってるちょっとでもいいですよ。日本酒とか、そういうものを入れて香りをつけますよね。そうすると味もマイルドになって、個性的な味になって、で そこまでできたら、まあお菓子屋さんで買った時に余ったココットっていう容器であるとか、何か家にあるようなものに流して、もうそれだけでいいです。で冷蔵庫で冷やし固めるとプルプルの生チョコができます。うわー、美味しそう。簡単に作れそうですね。簡単に作れます。簡単に作れます。でまあ少しぐらいバターを入れても美味しくなりますし、でお酒の量はってよく聞かれるんですけども、ね、どのくらいですか。お好みでいいです。好みって言われてもそれが難しいんですよ。そうですね。本当に少ない人は 3% 5% 全体の量の小さじ1杯ぐらい。そうですね。もう多い人は、10% ぐらいまでいってもいいと思います。そんなに入れるとチョコレートなんか分離したりとか、なんか変な感じになりません。いや、ならないと思いますね。水分が多くなれば大丈夫ですか。はい。まあ、お好きな方はじゃあちょっとアルコール多めに入れて、そうですね。でちょっとこう風味付け程度だったらほんのちょこっとにしといて、で、まあ、チョコレートも何パーセントのものを使うかにもよるんですけども、チョコレートと生クリームが同じぐらいの量がいいかなと思います。へえ、あ、そんなに入れるんですか。はい、生クリーム。でそれで、それがもし硬かったら生クリームを足すとか。はい。で生クリームが多い方が口どけのいいものができます。はあ。でその中になおかつシャンパンとか入れていくともっと滑らかなものになります。へえ。だから滑らかな生チョコを作るときは割とシャバシャバな生地ができますね。固まらなさそう、ちゃんと。そうね。それくらいでギリギリだと逆に口どけがすごくいいです。いいんですか。はい。あ、勉強になります。ぜひぜひリスナーの皆さんもお試しください。ぜひみんなに作ってもらいたいですね。
はい、ではおしまいに土屋さん、チョコレート職人をしていてよかったと思う瞬間を教えてください。すごくよく思います。チョコレート職人になってよかったな、ショコラチェになってよかったなと思うんですけども、特にフランスとかに行くと、職業何って聞かれてショコラチェって言うとみんな集まってくるんです。洋服屋さんとかで聞かれて、おじいばの人みんな、ねえねえ聞いて、この人ショコラチェなのよ、チョコくれると思って集まってくるんですか。違うんです、私ね何々チョコレートが好きなの、私はこういうのが好きなの、話し出すんですよ。で、まあ、よく言われるんですけども、チョコレートっていうワード、うん、言葉がみんなを楽しくするんですね。なんかチョコレートって聞いて嫌な気持ちをする人はいないんです、はい、でそういう意味で世界中どこに行ってもチョコレートっていう言葉がみんなを楽しませる感じがするんですね。でそういう時にチョコレートやっててよかったなと思いますね。確かにチョコレートとかショコラって本当に幸せな響きですよね。ですね、はい、ありがとうございました。本日のゲストはチョコレート職人の土屋浩二さんでした。エンディングのお時間となりました。ここでジョブチューン情報です。今夜7時から TBS テレビでジョブチューン街の超一流店スペシャルをお送りします。深大寺にある蕎麦屋湧水の店主小玉さんは、蕎麦を食べるときに絶対にやってはいけないことをぶっちゃけ。お肉屋さんの吉祥寺佐藤の店長片岡さんは、牛肉の格付けで最高ランクの A5 ランクのお肉は必ずしも美味しいわけではないと衝撃のぶっちゃけを披露します。他にも八百屋さん、魚屋さん、花屋さん、美容室など超一流店のプロフェッショナルが集結し、知られざる秘密をぶっちゃけます。どうぞお楽しみに。お相手は田中みな実でした。それでは来週もぶっちゃけ。